本当ですか？晴れてる。っていうなんか、カラハラ。自分の誕生日が夏だったんですけど、はい、その誕生日が過ぎた時に、あ、もう二十歳になったんだねって言って、はい、あ、ともかも二十歳かみたいな話をしてた中で、なんかみんながびっくりするようなことを、ね、したらいいんじゃないみたいなことで、はい、セミヌードとかっていうことを冗談でこう、そんなの無理だよとか言って話してたんですよ、はい、でもその冗談で話してたんですけど、あ、セミヌードどうだろうってちょっとどんな感じなんだろうって、まあ、すぐそこでやりたいというふうにもなかなかそう決心はつかなかったんですけど、あ、そういうのもやってみるのもありかなってちょっと思ったんですよね。素の感じを出すのって本当に難しくて、特に私って女優業をずっと長くやってきてイメージがきっとあると思うんですね、役のイメージっていうのもあるし、でなかなかその素のよこの黒川智香を出すっていうのってあまり機会がなかったので、そのバラエティとかもあんま出てなかったし、そういった中で今回の写真集でその二十歳になった黒川智香のそのまんまを見せられたらなっていうふうに思って、心も体もそうですね、なんか、はい、できましたか？できましたね。丸谷さんがもうこ うまく引き出してくださって、はい、なんか心も体も丸裸にされた感じがします。
まあ、素の部分は変わってないんですけど、ね、はい、例えばちょっとあの撮られてる時にちょっとなんか自分今変わってってんじゃない、ないかなとか思う時ってありました？それはあると思いますね、うん、やっぱりなんだろうな、ただこう撮るだけじゃなくて丸谷さんもこう、うん、もっともっとみたいな来いよみたいな感じで、うんうんうん、こう引き出そうとしてくれたっていうのが分かるから、うん、自分もそれについていこうっていうふうに思って、うん、いろんな表情をできたかなって思います。おはようございます。昨日よりなんか気温がちょっと上がるみたいなので良かったです。今しっかり寝ましたか？しっかり寝ましたよ。今日は朝から、ね、温泉での撮影なのでちょっと移動ですよ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。汗かいてる。これね、なんか多分熱いですよ。これ綺麗ですよね。これね、映ってるのもあるけど、映ってない。なんか今冷静に見ない方が多分いいと思う。いいのは取れてます。はい、ありがとうございました。ただやらされている写真集ではないっていうのは分かってるし、うん、だけどせっかくここまでやってきたからじゃあもう一段階、うん、いやここまで行くのには結構難しいことだと思うんですよ、うん、だから世の中的にやっぱり動画さんここまでやるとは思ってもないだろうし、うん、そのもう一段階行くならば何ができるか、その黒川さんのもっと助けも欲しいな、
何やりたいのかっていうことも、まさか今日このタイミングで俺は話すと思ってないので、ね、ちょっとあれなんですけど、まあでもちょっと、あの黒川さんね、正直、こっちはそういうふうに気持ちを思ってたのは、絶対あの透けて、あのそういうの 見えちゃう女優さんだと、僕、正直思うんですよ、ね。だから、もう、担当職員に一回聞こうっていうのは、ちょっと今日のタイミングで思ってて、まさか自分をこのタイミングで言うとは、っていうのもあったんですけど。今までと違うふうにしたいなっていうのはもちろんあるし、あの時は記念に出されてるから、うん、これだけ露出してるのって、それがすごく今までと違うっていうのは、はっきりとその、ね、違うっていうふうになって、うん、今の自分にできることもそのいっぱいじゃないじゃないですか、うん、そのいろいろ要求されても、うん、で答えられるかどうかって分からないから、なるべくその自分もいろんなこう自分の引き出しを引き出せるようにと思ってたんですけど、まあでも俺のと最初の温泉は予想なんだったんですけど、もっと硬いと思ってたんですけどね。でもまあ柔らかくなってるし、まあ、温泉も取れてるし、取れてるっていうか自分が思ってるものは取れてる。あとはだからその難しいっていうか、感情の部分ってすごい言葉にすると安くなっちゃうかもしれないんですけど、例えばなんかこう、例えばまあ本当ここあのここまで露出することがあって、今後もう一生ないかもしれないじゃないですか。彼女と初めての写真集、動画さんを通してやっぱり自分を表現したいということもあるのかなというところはそのあるので、まあ、素直にいけばちゃんと言った方がいいんじゃないかという話をしたんですけど、ね、思ってることは言った方がいい。初日にこうすごい恥ずかしくて、はい、出来上がった写真も恥ずかしさが出てた、はい、でもそれはそれでいいと思うし、はい、今日は温泉の時は何も出られてなかったから、はい、逆にこう自分もこう世界に入りやすかったし、うん、かあんまり人がいない方がそうだね、やりやすいことやりやすいし、全部受け身な感じが今まで多かったので、そういう部分じゃない自分を引き出せたらなって、綺麗なだけの写真でなくて、もちろんそういう写真も自分でも見たいし、うん、そういう写真も入れたいんだけど、うん、なんかその人間らしさとか私らしさを感じられるような写真を多くしたい、うんうん、本人から見て、はい、女優黒川友香さんってどんな女優さんだと思います？でも仕事の時と普段は全然違うと思います、うん、仕事の時はすごい頑固ですね、はい、そのお芝居する時もそうなんですけど、うんうんうん、頑固っていうかやっぱり自分でお芝居 その演じる役だったらこういう風にしたいとか、うんうん、こういう自分が演じるわけだから、うんうん、そのお芝居とかもすごく悩むし、現場でも結構監督とも話し合っていい作品を作りたいから、監督するまでやる。そうですね。じゃあその人間黒川ともかというか素の黒川ですか？どんな感じ、例えば大学生活とかで友達といるときは本当に頼りないと思います。頼りない。喧嘩とかってしますか？喧嘩しないですね。しないですか？今まで人生で一回もしたことないですか？でも中学校の時とかはやっぱりちょっとなんか喧嘩っていうのあったんですけど、今は全然ないですね。むしろしっかりした友達が多いんですよ、周りに。で、私がちょっと抜けてるので友達に引っ張ってってもらってるって感じですね、はい。なるほど。まあ、今20歳になったじゃないですか、はい、が例えば13歳の頃、はい、思い描いてた20歳になれてると思いますか？あー、でも中身はそう変わってないと思うんですね、うん、久しぶりに会った人とか変わらないねってこう言われるんですけど、うん、
その仕事に対する姿勢とか責任感はより強くなったかなと思いますね。いいですね。一回プライ行きます。はい。目線外すと。よし。はい。はい。じゃあ OK、いいよ。はい、チーズです。はい。はい。はい。こんに
か自分がこんな風に撮られたいとかこういう写真にしたいっていうのもすごくこう伝えて、何度もその相談する場を与えてもらって、今回ほど自分で頭を悩ませ考えたことはなかったんですね、正直。だから本当に作品作りにこう携わせてもらって、あ、こんなに大変なんだなっていうのが勉強になりましたし、まあ、見てくださる方は驚くと思うんですよ。今までこういうことはなかったし、水着になることもほとんどなかったし、だからびっくりする方もいるし、賛否両論あると思うんですね。でも、まあ、私はやると決めて、いい作品を作ろうと思っても迷いもなくやってきて、最後までこうやり遂げたので、あとは、まあ、皆さん見ていい作品だなと思ってもらえたらすごく嬉しいんですけどね。裸になるっていうのは今何か考えたりしました？なんかその撮影されてる時はもう表現者としてやってるから、最初のうちはもちろん緊張したんですけど、やっていくうちに、まあ、緊張とかそういう気持ちはなかったんですね。終わってその出来上がった写真を見ての方が気に、と思った。すごいな、ここまでやったんだ自分って、ちょっと驚きましたね。